さて今日も京都でアモングアスやっていくぞ。本日は前回と同じくデフォルトインポスターと。マップも前回同様サブマージドで遊んでいくわよ。前回は最後の最後でボンミスして負けちまったからな。今回こそは勝利したいところ。本日の役職構成はこんな感じになってます。カースメーカーは死体発生後20秒後に死体1が分かるクルー役職ね。他にも能力があるというかむしろそっちがメインなんだけど、今回は使用しないので説明は省くことにするわ。概要欄に記載しておくので気になった方はチェックしてください。お、なんだマヨさんちょろちょろ動き回って。これはもしかするとあれかもしれません。どうだあれなのか。よしよし内通完了。初動内通とは幸先がいいですね。これでキルしちゃダメなマットはもう分かったし、他の誰でもキル狙っていけるわね。ま、とはいえさすがに初手ターンは様子見だな。はいはいボタンサンクス。最近タスク処理速度がどんどん上がってきてる。しかしエアシップよりはまだ全然余裕がある現状。できる限り冷静に鋭いキルを通していきたい。まあ今回は他にもキルできる役職いますから、最悪どうにでもなるというのはありますけどね。なんとなく開幕バラストに向かってみる。ここ特段ベントとかもないもはや棺桶みたいな場所だけど、しかも両サイド入るのに時間がかかる扉が2枚ついてます。それは向かう前に言えよな。しかもここめちゃ人いるからキル絶対無理だな。ここで相方酸素サボ鳴らしてるけど、バラストから酸素サボ向かうの遅れると普通に死ねるので急いで向かおう。酸素サボはインポスターでも普通に死亡するサボタージュです。あんたに死んで欲しくて相手入れたのかもね。そんなわけあるまい。私は村民たちに好かれる素晴らしい村長なのでね。ほら今もみんな私の後ろをついてきてる。向かう方向同じですからね。ホームマットメイトのマヨさんがボタンを押すんだな。さすがに今回はみんな固まってたしキルは起きてないと。このターンはちょっとキル入れときたいな。第三陣営みんな日和見っぽいですからね。私たちが先陣を切らなきゃ戦況が動かない流れだなこや。あんたも毎回第三陣営で完全日和見玉に徹してるしね。銀座王鵬です。インポスターは辛いぜ。とりあえず人気のないところでキルクールを貯める。その姿はまさに引きこもり。でもなんか望遠鏡もあってロマンチックなところではあります。望遠鏡を見ながら一体何を考えているのでしょう。ツルハシ持ってるしマインクラフトタグいけるかな。ときめきを返して今回は停電を入れてと思ったら相方がバラストサボを入れたようだな。今回八幡宮さん結構アクティブにサボ使うわね。ここサボ入れるんならキルの目処立ってるかもだ。私の肩でも1キル拾っておきたいところだ。サブマージドで2キル起きても大体片方しか詰められないですからね。ここ上から姿が見えるので通過するまでしっかり待機。よし通過したようだし右側で1キルさらいに行くぞ。おっとウパパロヌスこんばんは。そんな急いでどこへ行くんだい。地獄行きだったようです。ここのベントでとっとと事故現場から離れておくぞ。石油には人がいるからエンジンに行くしかないわね。バラストサボなってからの時間と死体の位置的にもうちょっと発見まで時間が稼げそうだがどうだ。行ってた直後死体発見されちゃいましたね。発見場所とベントが直通だから怪しまれそう。手を今よー。何やってんだお前。まあ私たちのチャンネルはお仲間さん死にがちですからね。最速の内通から最速の死亡で死ぬ男。死体発見してるの八幡宮さんか。死体1は多分ロビー。ロビーって上下どっちのロビー。いや下だったと思う。あれというかエレクトリカルかも。八幡宮さんこれは時間稼ぎとかではなく素でやってますね。そのままエレクトリカルってことにしてくれたら嬉しいんだけど。いややっぱ死体1下の階のロビーでやってます。まあだよな。とりあえずラテさん前さんひな兄さんとか上にいたかな。一応俺も上なんだけど。イエモンさんも見てますね。自分にはメテオさんから白出るんじゃないですか。バラストに早い段階から上から来たの見てますよね。いやむしろバラストなり始めてから他の人来るまでめちゃ遅かった気がする。それに切るタイミングわかんないし普通に城は出せないと思う。私は後半まで上にいてから最後ら辺でエンジン入って出たところで複数人と合流して終了って流れだな。これレイマリさんからメテオさんに城は出るんですか。いや城出るどころかむしろ黒い感じです。自分はストレージロビー側からバラスト一番最初に入って待機してたよ。まあじゃあメテオさんにボタン押してもらえますか。なんか知らんけど私より怪しまれてそうな人いるな。きっと日頃の行いが悪いんだろうな。日頃の行いで言うとマリサさんは黒色無双ですけどね。世界で一番黒いとよ。何回言えばわかるんだ私の日頃の行いはいいと。最近はいいことをするためにあえて治安を悪くしてる。恐るべきマッチポンプ。最も忌むべき行いだろ。ここでキルしてさらに加速してもいいんだけど、まあ正直会議聞いてる感じ私まで縄は届かなさそうなんよな。だからここは2キル入ったし一旦落ち着くのが吉な気がする。キルってそんな早くしなくてもみんなタスク遅めですからね。どうせキルしないのなら自分でサボ直してマット指定しとくか。まあもう本当のマットは地獄に落ちてるわけだけど、もうマット引いたらベントずっと入ってるのが正解かもです。気力が溜まるがここはぐっと抑える。お、一瞬で治ったな。ボタンも早めだしまあそんなタスクは進んでないでしょう。一応サボ直したからマット指定しておくぜ。結局これウパさんキルの白1どんな感じなの。ラテ前コパスエーモンヒナ2までは弾けそう。自分視点メメさんも白出せると思います。お、エンジン入る前上で見てて出る時も確認してるんですけど、メメさんがエンジンベントでロビーあたりまで行ってキルして戻る時間はないかなと思うので、これおそらくみぞれさん陣外でライン繋げに来た感じですかね。私たち視点みぞれさんは最後しか見えてないし視界が広いのは確かね。あ、そういえば言うの忘れてたがマヨさんは確か下脇だったと思うぜ。それなら自分上脇でリサーチとかそっち側に移動してるの見られてるし、ラテさんあたりから白が出るんじゃないかな。まあマヨさんが上に移動してなきゃ多分白出せるかなって感じですかね。まあじゃあ上5人とりあえず弾きで、残りが8万ガンマスレイマリメテオの4人って感じですかね。みぞれさんに謎に弾かれてるがまあここ触れないでおくか。まあ今回これ以上つまらなさげだし一旦スキップでしたい待ちかね。
異様しかなりいい感じ。みぞれさんに白もらえたから候補にも入ってないしいいわね。相方もレポートしてるので若干白で見られてるっぽいですね。ここいらでそろそろイーターが動く頃合いだろう。そしてなぜか相方を追いかけ回す謎行動。ここで相方キルされるとだいぶ困っちゃうからな。私が一緒に動くことで守ってあげようという優しさ。マリサさんにも相方を思んばかる心が残ってたんですね。残ってたというよりもはやそれしか考えてない。八幡さん上行ったけどみぞれさんにキルされないようにお祈り。安定神頼みゲーミング部。ここいらでかなり死人取れてるから私は大丈夫そう。あまり移動すると死体に出くわしそうだからここはおとなしくミーティングボタン待機で行くぞ。そんでもってここはキル起きてほしいから停電で遅延。人材で他の人がキルしてるとこに出くわした時の気まずさは異常ですからね。なんなんだろうなあれ。対抗したら損だから報告はしたくないんだけど自分のキルじゃないのに怪しまれるあの理不尽感な。あればっかりは受け入れてくこかない。サブマージドあるある言います。サボ治るのマジで遅い。まあそりゃみんなまだ全然慣れてないですしね。しかもバラストも停電も直せるのが1回だからね。上にいるとき直しに向かうのめんどくさいのよね。酸素サボはみんな自分の命がかかってるからすぐ来るのにな。マリサさんも普段サボ全然直しに行ってないでしょ。キル起きてろ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 。はい残念。いやこれひな兄さんイーターに食われて消えてる。開幕上はいてたのでみぞれさんが食べたんですかね。あ、これひな兄さん食べられてますね。とりあえず今回私はレイマリさんから白出るはずだな。私視点レイマリさんもだいぶ厳しそうな印象だな。ひな兄さん上はいてましたね。どっちの方向に抜けたとかわかります？下に自分メテオさん全さんガンマスさんはいてます。とりあえず開幕上は木から右側は私八幡さんレイマリさんみぞれさんとかだいぶ人来てるはずだからひな兄さんは右には来てないな。一応みぞれさんにも助け舟出しておいてやるとするか。確かラテさんも上は木だったはずなんだよな。ラテさんって開幕上に行ってたと思うけどそこからどう移動してる？ラテさんに兵糖飛ばそうというわけですね。確かカフェテリアに移動してますね。じゃあひな兄さんそっち側向かってそうだし合いそうだけどな。あひな兄さんいたわ。カフェから右側向かってたと思います。でその後自分エレベーターに乗るときイエモンさんを視認して下に降りたとこら辺でボタンが入った感じですね。じゃあラテさんの視認情報的にイエモンさんはキル無理じゃないか。そうですね弾けると思います。まあ時間なさげなんでもっかい話しましょう。いやこれ普通にラテさんがひな兄さん食べてそうだけどな。あれこれもしかしてラテさんがイーターなのか。それならそれでまあ全然問題ないですけどね。すでにひな兄さん食べられてるし後に死体食べられたらイーターが勝利条件を満たす。私たち的にもイーターはすでに邪魔になってるしね。いやでもみぞれさん最後セントラルへ移動してたんだよな。よく考えたらひな兄さんがカフェから右に移動してるのならみぞれさんが見てなきゃおかしいしみぞれさんがイーターかもしくはラテさんが嘘ついてるかですね。どちらにせよそこ二人吊るせれば完璧だけど村的にもイーターは早めに処理したいと思うんよな。ライン繋げに来たみぞれもんには申し訳ないが次は吊るしに行くとしよう。そういえば確かラテさんとエレベーターで合流した時もう一人いませんでしたっけ。あいましたいました。あそれは私です。じゃあラテさんの時間軸的に八幡さんもひな兄さんキルは無理と。あと自分カースメーカーです。おっとその位置から村役カミングアウト出るんですね。死亡人数3人だからこれは本物っぽいわね。あれそうなるともう残り上にいる組みぞれさんだけ。自分上で浮いちゃってるんですよね。開幕上は木でこにゃリサーチで最後右のエレベーターって流れです。めちゃめちゃ怪しいやん。ふふふふ。一応下の人が無理か聞きたいですね。自分停電直してます。じゃあ距離的にグサオさんは無理だな。自分とガンマスさんは停電前バラストで合流してるから厳しそう。自分は保管コロビーバラストって感じです。まあ無理っぽいしみぞれさんでいいか。いやいやいやでも私も結構白いと思うんですよね。しかも今回1分くらい時間経ってますし。いやでも停電少し前くらいまでは視認情報残ってるんで。いやでもさよならみぞれもん。今日は冤罪じゃなかったからちゃんと地獄で裁きを受けるんだよ。ひどすぎるのだ。みぞれさんが正当に釣られるの久々に見ました。みぞれさんが釣られる8割くらいが冤罪だからね。今回はちゃんと己の罪で釣られてよかったですね。よくはないだろ。これでイーターは死んだしまたキル手上げてっていいな。今現在みぞれさん釣りで残り9人盤面。勝ち切るには5キル必要ですね。すでに3人キルで死んでるからジャッカルが死んでる可能性はあるわね。となるとここにキルから次回3キル通すのが理想な流れか。最悪現行犯にさえならなければ1回には回避できる可能性が高い。下脇ですし今回は上でキル通したいですね。そうと決まれば扉全部閉めてっと。このマップ扉上下で多いから割と全部閉めるの手間なんだよな。しかも時々ミスってバラストサボ入れちゃうし。あんた割と結構な頻度でやってるわよね。今回は何のサボを使うんですか。今回は停電サボだな。サブマージドの停電はマジで何も見えないから強い。しかもマップの広さに反して1箇所でしか直せないもんね。さて誰かいないか。おっといらっしゃいませ。そしてさようなら。よし今のうちにサクッとまた下に戻るぞ。割と悪くないキル通ったんじゃないでしょうか。時間がかかればかかるほどいいからここは離れておこうか。できれば一証明のために保管庫下の扉も開けたいわね。この思いを届け。残念ながら届かず。前さんの死体割と早く見つかっちまったな。メテオさんは相方さんがキル入れてくれたのかしら。何にせよここで2キルは結構良いですね。自分バイタル情報あります。停電で完全に暗くなった時にメテオさん死んで、その後1タスク挟んだ後に前さん死んでました。あとメテオさんは開幕した脇で上か右に向かってた気がするな。前さんは上の階の左側のエレベーター近くに転がってました。自分アドミン見てたんですけど停電のタイミングで電気室に、バラスト1、エンジン1、セントラル1、エンジンは自分。下のセントラルならおそらく私だな。セントラル上だった自分だと思います。下だった気がする。いやでもどっちだろ。あんま覚えてないや。バラス
人いました。電気室誰もいないし、じゃあメテオさん電気室ってことになるの？でもメテオさん電気直せるようになる前にキルされてるんですよね。だからメテオさん電気室でキルされてるなら停電直らなさそうだけど。あとダンマスさんは上の階でレイマリさんと会ってその後カフェでタスクやってましたね。レイマリさん視点自分は弾けると思いますけどね。残り時間潰したいし適当にライン切っておくか。いやでもこれ私視点八幡宮さん結構怪しいけどな。開幕メテオさんと同じ方向行ってたと思うけど情報出てなかったし。まあ自分そのままエレベーターで上向かってるんでその後は知りませんよ。よしよし時間足りずスキップになったな。このターンで3キル目指す感じですよね。スキップした会議含めで結構みんなボタン押してるし、いけなくはなさそうだけど、できれば八幡宮さんと合流してダブキルしたいな。まあ何にせよ村役のラテさんはここでキルする。最悪このターンミスしても次に続けれる可能性ありますからね。ていうか前回の停電治ってなかったんだな。キルクマダだから一旦クールために行くか。幸い停電中だったからふらつく姿は見られてなさそう。まあもう見られてても一向に構わないけどな。どうせここで決めるし。ボタン押されて積んでください。みんな下は気だしまだボタン押されないと信じてる。ここで八幡宮さんが裏切って押してくれたら面白いけど、可能性ありそうだからもっかいサボ入れておこう。あれ？また停電なんですね。多分停電入れたらラテさん電気室に誘導できるだろうしな。マリサちゃん賢いという視聴者からの賛美が聞こえてくるようだぜ。でもそれだとレイマリさんも停電直しに来ちゃうんじゃないですか？あ、おバカ魔法使い降臨。まあ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 なるようになるだろ。さて配電盤前にはどなたがいますか？と、お、相方もいるじゃん。よし八幡宮さんダブルキルするぞ。もう一人は任せた。めちゃんこ久々のダブルキルな気がしますね。停電直ったばかりだしこれは結構悪くないわね。最悪発見されてもいいよ、上に移動してアリバイ作っとくか。八幡さんもついてきてますね。あと1キルで勝ちとはいえジャッカルがいる可能性もある。その場合は続くわけだからできる限り多めにキルしたいな。まあでもジャッカルのキル起きてないっぽいからもう死んでそうではあるけどね。何にせよ取り巻きルクためなきゃだな。次鳴らすのならバラストより酸素のがいいな。みんな自分の命がかかってると必死ですからね。バラストだと当事者意識が働かないからサボりがちなのよね。気持ちは大いにわかる。イエモンさん残念だけどここでクルーは終わりだよ。残り3秒だしキルは間違いなく通りますね。ガンマスさんいるし一応ダブキルの体勢取っとくか。お、無事リベンジ成功。久々にサクサクキル通って勝ち切れましたね。ということで今回はこれで終わり。高評価&コメント、チャンネル登録と Twitter のフォローよろしくね。それじゃ次の動画でさらばだ。